したいと思います。こちらはですね、別名8の字ぐるぐるノットとも呼ばれておりまして、真ん中に、ショックリーダーで8の字結びを作りまして、で、その横を P ラインでぐるぐる巻きつけて、そして、こちら側で、編み込みをし、ハーフヒッチで編み込みですねをしてある、ショックリーダーと P ラインを結ぶノットとして非常によく使われているノットになります。特徴としては、編み込まないので、ここをぐるぐるするだけなので、手早く作ることができる、また、初心者の方でも比較的簡単に作れるノットとして、P ライン入門者の方には、おすすめのノットになります。まずですね、ショックリーダーで8の字を作ります。8の字ですね。そしたらですね、この中を P ラインが通っていきます。 P ラインの、端糸を、ショックリーダーの端糸側、8の字の上から出ていたら、P も上から通します。そして、真ん中でくぐって出てきます。こういった感じです。そして、またポイントがあって、ここで、T ラインちょっと長めに取ってください。そして、この8の字のショックリーダーが出てる側、こちら側をに、P が来るように折り返してください。ここからぐるぐるしていきます。この形ですね。で、ここで、P をぐるぐるしていきますが、強度が、一番出るのは8回とされています。ここで、ぐるぐるしていきます。今回のラインが太いので、ちょっと4回でやっておくんですけれども、8回巻きましたら、9回目でハウヒッチをします。ここで固結びで留めます。こんな感じですね。そしたら、結んだのと同じ方向に、またぐるぐるして戻していきます。これも同じ回数、8回やってください。そしたらですね、P が入ってきたのと同じ方向から、抜いていきます。今回上から通ってるので、上から通して、中を通って、上を折れていきます。ここまでできたらですね、8の字を締めます。リーダーを引っ張って8の字を締めます。そしたらですね、P を引っ張ってぐるぐるを締めます。こんな感じですね。そしたらですね、今度このショックリーダーと P の本線を、ハーフヒッチで編み込んでいきます。で、編んだ方向と反対側、編んでいくと、強度が保てます。強度ほどけにくいです。で、これも理想は8回なんですけれども、今回糸太いので、3回編み込みました。
で8回編み込みましたら、この、ショックリーダーの端糸を切ります。一応ここも保険としてすっぽ抜けないようちょっと炙っておきます。そしたら、P の端糸と本線をハーフヒッチで編み込んで、これも交互にやっていくとほどけにくいです。これも8回やるといいんですが、ちょっと足りなくなってしまったので、こんな感じになります。